皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は水星探査の歴史解説最終回 R をお送りします。最終回が何度も続くのはなんだか腑に落ちないんだよな。細かいことを考えてもしょうがないでしょ。言うほど細かいことか。宇宙はね、地上の常識が通用しないところなの。だから最終回が最後という常識も通用しないわ。でも霊夢は地上で解説してるんだから最終回でビシッと決めろよ。期待には応えられないわ。さて、前回は水星の治療をメインに解説したんだけど、その中でまだ解説してないのがあるわ。まだ何かあるのかよ。水の氷の存在よ。ああ、なんか言ってたな。水星は太陽に近い星で最高温度がおよそ470度もある灼熱地獄なんだけど、最低温度はおよそマイナス170度の極寒なんだよね。太陽に一番近い惑星のくせに地球より寒くないか？そうね、地球にはマイナス170度になるようなところって聞いたことないね。なんで水星の方が寒いんだ？大きな理由として水星の自転と公転の関係と自転軸に原因があるわ。どういうことだ？簡単に解説すると、水星は太陽の周りを88日かけて1周してるし、自転が59日かけて1周しているわ。前にもそう言ってたな。これって公転を2周している間に自転が3周する2対3の軌道共鳴状態になってるんだよね。なるほどな。この図を見てもらうとわかりやすいんだけど、地球と比べて自転がとても遅いから日が当たる時間がとても長いし、公転と自転の関係で88日間ずっと日が当たりっぱなしになるわ。88日間ずっと明るいのかよ。だから昼間側は温度がどんどん上がるし、夜側はどんどん冷えていくわ。まあ88日もあればじりじりと炙られていくよな。そしてもう一つの理由の自転軸なんだけど、地球と比べると自転軸が傾いていないように見えない？確かに直立で回ってるように見えるな。地球の自転軸はおよそ 23.44 度傾いているんだけど、水星はおよそ 0.02 度程度しか傾いてないわ。水星の軸が傾いていないって何か理由があるのか？それは分かってないわ。でも地球の自転軸は 23.44 度傾いているから季節の変化があるんだけど、水星は2度しか傾いていないから季節の変化がないわ。ということは北極や南極に太陽光が当たりにくく、クレーターの内部まで日が差さないし、水星の大気は地球の1兆分の1しかないから熱の伝播も起こらず水の氷が存在する可能性があるんだよね。真空状態だから熱が伝わりにくいのか。1990年代初めにアレシ御殿問題から電波観測をしてみたら、水星の極地域に電波をよく反射する箇所があったから水の氷が存在する可能性が高くなったんだよね。そんでメッセンジャーを送り込んで電波をよく反射する地域を観測してみたら、確かに永久影が存在してることが分かって、中性子スペクトロメーターで水素の量を分析してみたら水の氷が存在するデータを得たわ。マジか。ちなみにどのくらいの水があると思う？水星に行ったことないから想像すらできないな。みんな行ってないでしょ？まあそうなんだけど、1000万トンとかか？北極地域だけで最低でもおよそ1000億トンの水と有機物が存在すると推測されているわ。1000億トンって全くピンとこないな。参考までに言うと、琵琶湖の水量がおよそ275億トンあるらしいわ。だから最低でも4琵琶湖くらいあるってことね。何でも単位にするなよ。誤解のないように言っておくと、確実に水の氷が存在するということではなくて、中性子スペクトロメーターで観測した結果、アレシ御殿問題から観測した同じ箇所から水の氷が存在することを示す中性子が検出されたってことね。直接観測したわけじゃないのか。それに加えて中性子スペクトロメーターの性能の問題で水量の推測もまだ定かじゃないわ。あらまあそうなのか。そこら辺は今水星探査に向かってるベピコロンボに期待だね。でもさ、今思ったんだけど、水星に水があったとはっきり分かったところでどうするんだ？水星まで行くのにかなり苦労してるのに、着陸して水を回収なんて無茶だろ。水の存在が明らかになるだけでも十分よ。どういうことだ？水の発見は水星や小惑星の衝突で氷や有機物がもたらされたことの証拠になるから、同様のことが地球にいつもたらされたかの指標になるわ。ということは水の存在そのものが地球の歴史を紐解く証拠になるのか。そうね、歴史を紐解くことでどのように形成されたかを知り、地球の構造を知り、未来を予測する一つの材料になるわ。へえ、他の惑星を調べることで地球を知るのか。そうね、他人の振り見て我が振り直せってやつね。
霊夢は他人を見て自分の語学力を見つめ直した方がいいぜ。さて次に水星の磁場についてなんだけど、マリナー10号では水星に磁場が存在するくらいまでしかわからず、メッセンジャーで磁気圏全体を把握することができたわ。水星の磁場って地球と比べてどのくらいなんだ？地球のおよそ 1% よ。小さいと思うかもしれないけど、太陽風の進路を変えるには十分すぎる強さを持つから無視できるほどとは言えないね。へえ、水星にもちゃんとした磁場が存在するんだな。ちなみに水星が磁場を発生させてる謎についてはまだわかってないわ。どういうことだ？人類が知る限り惑星が磁場を発生させるメカニズムはダイナモ理論というやつで、星間ガスから生まれた小さな塊から他の天体と衝突合体を繰り返したことで惑星全体がマグマに覆われたわけだけど、衝突合体をする天体が少なくなり落ち着き出すと表面から冷えてきたけど地下にはまだ高温を保っているわ。前にもそれ言ってたな。その温度は地下が深いほど高くて鉄などでできてる外核がドロドロに溶けている一方で内核は高圧なせいで固体になってるんだけど、溶けている外核は誘導体だから自転の作用を受けながら熱対流で電流が発生し磁場を発生させてるわ。なるほどわからん。まあ熱い金属が地球の中をぐるぐるしてるから磁場を生んでると思ってくれたらそれでいいわ。そういうことか。でもこのコアが冷え切って固まれば磁場を発生できなくなるわけで、火星は冷え切ったから磁場を失い、ところどころに残留磁場があると推測されているわ。水星も火星と同じで、前回解説した通りところどころに地割れができてるから、コアが冷え切って水星が収縮したと推測されてるけど、水星はまだちゃんとした磁場を発生させてるわ。冷え切ってるのにどうやって磁場を発生させてるんだ？それがわからないのよ。ダイナモ理論が通用してないからね。水星の謎の一つってことか。仮説は主に二つあって、一つは火星と同じでコアが冷え切る前の磁場が残ってる残留磁場説。これはメッセンジャーの磁場計測で水星の磁場がしっかりとしていることから可能性が低くなってきてるわ。そしてもう一つはコアが冷え切っていないダイナモ理論説で、鉄などのコアに硫黄のような融点が低い物質が微量に混じってるから温度が下がっても磁場を維持できていると推測されているのと、水星って太陽系惑星の中で最も長い楕円軌道を進んでいるから、公転している時に太陽から引っ張られる力に差が起きて水星がわずかに変形し、そのせいで水星は冷え切っていないという説もあるわ。もし水星が冷え切っていないとすれば火山の噴火もあり得るのか？火山活動は30億年前を最後に起きていないとされているわ。その理由としてはマグマの通り道が冷えて固まり塞がれたと考えられてるね。あやま、残念だな。火山が好きなの？そういうわけじゃないけど、地球以外で火山が噴火するとどんな風に見えるのか気になってな。まあ、マリサって火山みたいにドッカーンと起こる時があるから似た者同士で惹かれ合うんだね。いつも火をつけてるのは霊夢だけどな。そして水星の大気についてなんだけど、前にも言ったようにマリナー10号が探査する前までは水星に大気は存在しないっていうのが大方の意見だったけど、探査した結果、水星には非常に希薄ながら外気圏があり、水素とヘリウムが存在することが分かったわ。でも、他の元素の検出ができなくて、メッセンジャーで詳しく調べてみたら、水星大気の由来は、太陽風に乗ってやってきた水素やヘリウムのほか、酸素やナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、水蒸気などが含まれていたわ。非常に希薄って、どのくらい大気密度が薄いんだっけ？地球の1兆分の1よ、国際宇宙ステーションがある高度並みね。もう存在しないと言ってもいいくらい薄いんだな。地球上の真空実験よりも大気が薄いから超真空環境とも言えるね。大気が薄い理由は太陽光圧で吹き飛ばされてるせいなんだよな。よく覚えてたね。その通りよ。それが水星の後ろに伸びていってるのも確認できてるわ。だから非常に希薄ながら供給と散逸を繰り返してるから全てなくなるってことがないわ。へえ、うまいことできてるんだな。水星探査で判明した主な成果はこれくらいだね。案外少ない気がするな。前も言ったけど、水星探査はこれまでマリナー10号とメッセンジャーの2機だけ。火星と金星にかまけてばっかりで、水星はほったらかしだったから研究が進んでなくて、判明してることは少ないわ。本当はマリナー10号の後の1990年代に2機目の水星探査であるマーキュリーオブザーバー計画があったんだけど、NASA の科学探査予算が削減されたから計画は幻となってしまったわ。何するにもお金がいるもんな。そんな状態だから探査が進まず判明してることも少ない。少ないから一般大衆的な認知度も低い。
はっきり言って日曜水星探査機ベピコロンボが本当に打ち上げられるとは思わなかったわ。そのベピコロンボって何を探査しに行くんだ？それは次回最終回スーパーベピコロンボの機体解説と今までの歴史でやるわ。なあ、前のコメントで水星の話なのにセーラームーンのナンバリングっておかしくねって言われてたぜ。それは月のウサギ派のアンチコメントでしょ？そんな派閥あるわけないだろ。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。